はい、こんにちは。重工部のふくらしです。今日はね、ご紹介したいものがあります。今日ご紹介したいのはこちら。はい、ということで今日はですね、こういうものなんですが、これはね、ここに書いてあります。バーンと、こちらはですね、サイドバイサイドさんというところのですね、ザ・パワーパッカーという商品です。今回はですね、イノベブさんのご提供でですね、商品をレビューさせていただこうと思います。これ私どうかな、2週間ほど使わせていただいて、すごく快調なので、ぜひご紹介したいと思います。要するに何かというとですね、パワーパッカーというぐらいで、こういろんなね、電源とかバッテリーとかガジェット系ですね、要はまあ電カメラとかガジェット系周りのケーブルなんかをね、まとめてしまっておくポーチですよ。こんな感じ、まあ、どこ行く時でもこれをカバンの中に放り込んでおくか、まあ、また、まあ、車の中に入れておくっていう感じ。ちょっと中を見ていただくといいんですが、これがですね、すごく考えられてて、よくあるポーチとは違うんですね。よくあるポーチと違うっていうのは、ここのところの部分ですね、この部分、この部分、ちょっと色がね、分かりにくいんですけど、これグレーなんで、ちょっと分かりにくいです。この部分がね、すごく伸びる素材になってます。ちょっと中を開けてみますね。はい、まずこっちから行こうか。この大きい袋から開けるとですね、じゃんとこんな感じで開きます。すごいでしょ。まあペンをはじめ、バッテリーや、これはボイスレコーダーとかケーブル類とか、まあ何でも入ってるんですけど、ちょっと一回全部出してみましょうか。出すとまたしまうのが大変なんだけど、まあいいか。こんな感じでケーブル類ですね。で、私の場合はこれは C と A とこんな感じで、あとボイスレコーダー、ボイスレコーダーでしょ。それからこれはレンズのフィル、レンズを磨く、ちょっとこうブラシ、これはシャープペンで、ここにちょっと長めのケーブルが少し入れてあります。こちらを見ると、はい、こちらにもですね、実はケーブル、これはもうもっと長いやつ、ケーブルがいっぱいあるんですけど、まあこんなに実はケーブルそんなにたくさん入れないですけど、まあタイプ、最近はタイプ B、タイプ C、あとは、ライトニングケーブル、なんかいろいろたくさんあるので、ケーブルがたくさんなっちゃうですね、どうしてもね。まあ、本当にミニマムでいこうと思ったら、2本あればいいと思うんです。タイプ C とタイプ B とライトニング。あ、私が持ってるこれ、これは1本で3つ使えるっていうやつなんで、ライトニングと、タイプ B とタイプ C があればね、これでいいのかもしれないですけども、まあ、ちょっと心細いとか、ケーブルが長いのが欲しいとかいうことがあるので、まあ、どうしても悪い癖だね、何本も持ってしまうということですね。それからこちらへ来ると、こういうジャックの変換プラグとか、SD カードですね、SD カードもここに挿してありますよね。はい、SD カードでしょ。それから、まあ、これは、アクションカメラのバッテリーと。まあ、これぐらいのバッテリーを入れておきます。まあ、これぐらいかな、こっちは。そしてこちら側はというと、これはスピーカーとイヤホンね。これあのルアーさんですね。こういう、これね。スピーカー、イヤホン。それからバッテリーですね。これは1万mAh のバッテリーですね。それからなんだっけ。あ、これは AC の充電器ですね。はい。まあ、大体これぐらいのものが入っています。はい、これで全部なんですけど、これ何がいいかというと、ここの素材がね、これがここですね、ここがね、こうビヨンビヨンとの、はい、ここが伸びる、まあ、ニットみたいになってて、こう伸びるんですね、こういうふうにね。ちょっとこれ 黒なので見にくくていけないですけど、こういうふうに伸びる素材になってるんですね。なのでいろんなものを入れても結構形がこううまく収まってくれるようになってて、これが私にとっては非常にいい。よくあるポーチはここがこう形が決まっちゃってるので、それ以上も入れるとファスナーが閉まらないということがあるんだけど、これだったらよっぽどもう無茶入れてもですね、ファスナーは閉まってくれるんですね。例えばまあこれちょっと閉まってみようか。結構めちゃくちゃ入れても多分閉まっちゃうんですよね、これね。入れてみようか。まあ、一目で見える状態がいいですよね、これね。どこにパッと見て、こうどこに何があるかが分かればそれでいいと思うの で、私はねちょっと工夫してるんですけど、これタイプ A とタイプ C はテープの色をね、こういう風に、はい、
こんな風に白と黄色っていう風に使い分けてるんですね。はい、タイプ B は白、タイプ C は黄色っていう風に、ね、こういうテープを、ね、貼ってあります。違いが分からなかった、暗いと見にくかったりするね、口金の形ではね。なので、まあ、色分けをしてますね。地味に便利ですよ、こういうの。地味にこういうの便利でした。はい、でそれからこちらへ来て、SD カードをここへ。これあのキャンプとか行くときにですね、結構便利なんですよ、こういうの入れておくと。こういうところに全部ね、放り込んでおくと。で、大体忘れ物が多い人なので、これぐらいがあればですね、まあ、忘れ物それほどなくいけるんですね。はい、先ほど言った通り、この一番外側のニットがね、結構伸縮性があるので、この部分ですね、この辺の部分が伸縮性があるので、結構無理やり入れても形が馴染んでくれるんですね、こういう風に。こんな風に馴染んでくれる。これがすごくいいところですね。で、このシャープも入れて、あ、これがあった。フィル、クリーナーがあった。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じでしまいました。そしたらこれをファスナー閉めるんだけど、普通のやつだとね、これ閉まりにくいんですよね。でもこれは、さっき言ったように、ここのニットがギューンと伸びてくれるので、簡単に閉まるんですね、これね。はい、ここ抵抗感なく閉まってくれるんです。ここが、これが素晴らしいところですね。このデコボコっと、こうボコンと膨らむ、ここのね、膨らむ感じがいい感じですね。はい、そして反対側、こちら側は、まあ、ちょっとこう、割と塊のもの、ちょっと傘のあるものをね、入れておきます。まあ、こんな形でね、これもやっぱりこちら側も同じように、この形がね、自由にフィットするようになっているので、多少こう、いびつなものを入れても、形が馴染んでくれますね。まあ、ちょっと先ほどと形変わっちゃったけど、まあ、要はこんなすごく便利っていうのはそういうことですね。どんなものでも入るので、まあ、ちょっとした小さな、あのカメラぐらいまでなら入りそうですよね。はい、まあ、これ以外にスマートフォン入れたり、まあ、ちょっと大型のバッテリーを入れたりということもできると思います。で、持つときはこんな感じですね。はい、これはですね、あのサイドバイサイドさんというところのポーチなんですけども、まあ、色はね4色、このこういうグレーっぽいシャドウというのと、そう ボルド、まあ、紫色と、デニムと、あとちょっとこう変わった色ですね。変わった色なんだっけ、東京限定っていう色がありますけどね。まあ、4色展開をしてみますね。お値段は5980円と。まあ、これね、ほんと伸縮性もあって、すごく使いやすいと私は思いました。2週間使ってですね、全然こう、普通ならこの辺のファスナーとかがさ、こうパンパンに入れると壊れやすくなるんだけど、これ絶対壊れないですよ。ここがこういう風に伸びてくれるので。かなりいびつなものを放り込んでもね、大丈夫そうな感じ。ひょっとするとこれ、500ミリのペットボトルぐらい入れてもね、大丈夫な感じですよ。とにかく荷物がね、私の場合多くて、いつもなんだかんだ荷物が増えてしまうんですけど、まあ、これだったらね、多少荷物をこう無理やり詰めても大丈夫だし、急いでる時に、パパッと出たい時に、こういろいろこう、なんか整理して入れるなんてちょっとできないですよね。まあ、そういうことできない人にとっては、すごく使いやすいガジェット用の、こう、ケーブルポーチっていうか、なんかな、まあ、パワーパッカーっていうね、ものだと思います。まあ、お値段がね、6000円近いですから、それなりにいいものであるんですけども、まあ、でもこうよくガジェットを持ち歩くパソコンとパソコン周りのバッテリー系とかですね、あとはまあカメラとかデジカメとか、お持ちになる方、特に GoPro なんか持ってる人とかは、まあ、Mac 使ってみる方とかだと、まあ、Type-C を使ったり Type-A を使ったり、あとはライトニングケーブルを使ったりということをいろいろ使い分けるのでね、ケーブルが最近はまあ非常に増えていきましたよね。まあ、そういう意味ではこういうものが1個あるといろんなものを放り込んでおけるかなというふうに思いますね。はい、ということで今日はイノベブさんのご提供でですね、サイドバイサイドさんのザ・パワーパッカーというのをご紹介させていただきました。いや、これはね、本当ちょっと使わせていただいて、大変気に入っているものですね。はい、ぜひよろしければ一度ウェブサイトの方をご覧いただいて、もっと詳しい情報をね、キャッチしていただければと思います。はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんに役に立ちそうな商品の情報を、ね、お伝えしますので、よろしければチャンネル登録をしておいてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。岩さん、さら。これはズボラな私みたいな人にはね、ぴったりなやつだと思います。これいいですよ、なかなか。なら。